サブアカ休み時間ラジオです。井上です。直美佐藤です。大変だ大変だ、河原版だよ遺跡の注目株が発表されたってよ、江戸の方から。江戸の方からね。ということでお殿様をお呼びしました。データのお殿様よ、ドドン。よろしくお願いします。よろしくお願い。意外と普通に来たんですね。すっことで争奪へ必死と書いておりますけどもね。まあそうですね。やっぱ注目株。ちょっと、うん、そうですね。細かいところは、はい、ちょっと僕もちょっと5月あたりにいろいろ裏で暗躍してこようかなと思いますけど。暗躍してくる。どういうこと？あなたちょっと代理人もやってんのかなみたいな噂が俺なりにありますよ。情報たくさんいろんなところに。いいカーディガン着てんじゃないですか最近と思ってね。あとこれがですね、やめて、ダメ。誰ですかねこれ。だ10人上げてもらおうと、うん、ね、無理やりにでも。まあ、これは、まあ、J3 から2、J2 から J1、J1 から海外というところの、まあね、3つの、まあ、ベクトル矢印でってことになるかなと思いますけど、はい、まあ、1人目からいきましょう。ポジションごとにいきます？まあ、そう、各ポジションみたいなところでいってみますか。なるほど、お願いします。はい。どっちがいいですか、まあ、さん。フォワードかキーパーか、どっちからいきましょうかね。キーパーから。キーパーから。いや、もうジグザグに行こう。あ、ええ、それもいいね。はい、注目順、先生が注目してる順で。わかりました、はい、注目してる順なのでまずここからいきましょう。フォワード、はい、なんでもすぐ出てくんなおい、うん、小川浩輝。いやー、そりゃそうか、そりゃそう、そりゃそうか、だけど、うん、なるほどね。まあこれはしょうがないですよね。はい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 。僕は横浜 FC さんのそれこそ財力的なものだとか、やっぱ小川選手やっぱ地元じゃないですか、神奈川って。あ、そうなのか。そうだから、はい、動かないっていう可能性を往々にして思いますけど、うん、もし動く可能性があるんだったら、うん、これ、はい、こういうことになった場合、はい、得点が何点取ろうが関係ない、はい、E1 に呼ばれた場合。おー、なるほど。この勢いで代表に呼ばれて、うん、だってこの状態で E1 に呼ばれるってなったら、はい、J2 でやるより J1 でってやっぱりなるよね。ワールドカップのチャンスがあるわけだから。そうなんですよ、残りの半年、うん、J1 で見せつけなきゃいけないってことでしょ。だからストライカー不足なチームがある意味ちゃんと来てくれってなったら、どこだろうね、わかんないけど、今ちょっとね、だから得点力にちょっとアイデアっていう意味では、例えば、はいはいはい、福岡とか。いや、もちろんね、横浜市サポーの皆さんも冗談じゃないって思いだと思いますけど、思いだと思いますけど、ね、前提にそれはありますよ、もちろんね、うん、はいはいはい。あとやっぱトスさんとか似合いますけどね。いや、スタイル的にってことですかね。あとはやっぱ ACL 勝ち進むってこと前提でかけたら、横浜 F マリノス、あー、そうだとかね、わかりません。活躍してしすぎてしまってる男ですからね、それは狙われますよ。そうなんですよね、狙われない方がおかしい選手ですから。しっかり保護者の皆さんがね、夜道でもガードしないとね。そうなんですよね。送り迎え、送り迎えですよ、ここからは。やっていただかなきゃいけない、ね。変なおじさんが付きまといますから、ここからはね。甘いの好きって言ってね、来ますから、これ気をつけてください。怖い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 。一人でランドマークのあたりをね、うろうろしないようにしてもらいたいと思います。はい、そして二人目でございます。はいはい。今度はキーパーからいきましょうかね。キーパー、はいはい。キーパー、この名前でございます。そうだっちね。ザスパ草津くん、マックシビキマサトシ。いやいやいや、そうか。すごい守備効率高いですもんね、今ね、群馬は。そうなんですよ、ね。ええ。そんな中で、やっぱり J1 でも率いてた大月さんの戦術だとかってことをしっかり理解しておきながら、ディフェンスでもやっぱ活躍中っていうのがあるので、はいはいはい、まあね、長らく山形でやっていて、うん、まあ、今回群馬やってますけど、はい、そろそろもしかすると、うん、来てはもらえぬかと J1 からお呼びがかかる可能性も、なるほどね、あるのではないかと。もともとそういうスケールのね、あの育ち方をしてきた選手がありますもんね、もともとね、打者とリオオリンピックとかもね、出てたりしますから、はい、可能性は高いんじゃないかなと思いますけど、なるほどね、まあ、果たして、はい、どうなるかと。キーパーもね、あれですもんね、いろいろありますもんね、タイミングとか。そうなのよね、決意とか流れがね、一人でどうにかっていうことじゃないですもん、キーパーってね。ないのよね。旅人よ。旅人よ。旅人よ。ね。なるほど。そうなんだよ。応援したいでございますね。なるほど、なるほど。あ、それはうなずけます。はい。はい。はい、続いて今度じゃあ、うん、右サイドバック。はい。いわき FC。下がり。なるほど。ご存知でしょうか、皆さんね。キレキレでね、ちょこまかちょこまか、そして、アタッカンテとしても、アタッカンテとしてもね、優秀な。
もちろん、そうなんですよね、ま、前をやってたって言ってましたもんね。もともとね、それがいわきでこう右サイドバックやるようになりまして、まあ、去年なんかも、まあ、ベストプレイヤーみたいなことですよね。JFL になって、ね。今年もベストイレブン間違いなしくらいのところまで来てます。チャンマー好みな選手ですけども。そうなんですよ。これは、じゃあ、一回 J2 でってことですかね。うん、あり得るかもしれないし、僕は佐賀選手は J1 まで行ける素材だと思ってた。これは高校時代からの話です。あ、山田なんでしたっけね。そうなんです。そうなんです。あの、実は日本って今、右サイドバックが、あの、はちゃめちゃに生まれまくってるんですよね。うんうん。まあ、ひろきさんとかだけじゃなく、ほら、うん、あの、橋岡さん、菅原幸成さんもいるし、はいはい、パリ世代で見てても、あの、ほら、ハンダリック選手だとか、そうね。含めて、めっちゃ出てきてるんですよ。だから、もしかすると、みんな一カテゴリー上にドンってこう、J1 からヨーロッパみたいなことも起こり得てる状態なので、そうなってくると、佐賀くん、ちょっと3にいておくわけにはいかないぞ、みたいなところで。今もう、なんやねんって話、評価的にね。そうなんですよね。そっか。あんまり増えてきたら、右サイドバックス作りますか、1個。J1 に、J1 に、全品右サイドバックっていうね。ありえるかな、どうだろうな。どうなんだろうね。わかんないけどね。おー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 、まあ、ちょっと気になるところではあり。はい。いやいや、これいい選手、チェックしてみてください。まあ、いや、幅広い、なるほど、そこまでサーチしてるわけですね。もちろんでございます。あと7人くださいます、はいはい、もちろんでございますよ。すね、続いて、はい、センターバック。センターバック。ちょうだい。一人ですね。ちょうだい。テレッソ大阪、はい、西尾龍也。あ、なるほどね。まあもう、リアルなとこでしょ、そらね。そうでしょうね。そらそうでしょう。ということで、1年先輩の、あの、瀬古くんが、瀬古くんがね、先にね、グラスホッパー行っちゃいましたから。うんうんうん、なんで、まあ、この夏ないかもしれないけど、同じ割合で考えると、次の冬、西尾選手が、あの、移籍するってのは、まあまあ、まあ、めちゃくちゃリアルですよね。キャーギャーってことですか？キャーギャーですね。冬にキャーギャーってことですね。そうですね。え、夏には夏もあり得るんじゃないかって思いますけどね。夏でもキャーギャーある。あり得ると思います。ただ、西尾選手がこれもどういう立場にいるかだと思いますね。要は、西尾選手ってもし今の日本代表のセンターバック陣に何かがあったら、ギリギリ入る可能性のある選手なんですよね。はいはいはい。森保ジャパンに。そうか。そう。森保ジャパン入るとなるとやっぱ国内で。環境変えずにね。いいかもしれないし。そういうことよね。だから、これがちょっとステップアップありすぎる遺跡だと、向こう行って急に控えになっちゃったら、もう絶対呼ばれないですから。むずいね。どう考えるのかですね。むずいね。めちゃくちゃむずいと思います、どうするかですよ、ここは。嬉しい悲鳴を聞きたいですね。嬉しい悲鳴って、実際音にしたら何オンスぐらいなんですかね。オンスドレミファで言ったら絶対音感で聞くと、ラーとかなのかね、嬉しいんだから。いや、そうでしょうね。ラーなのかな。何を言ってんの、何を言うとんねん。いやいや、そうですか。うん、これ面白いな。なんか、四者四様ね、先生。さすがね。いや、もちろん、ありがとうございます。散らし方がうまい、やっぱりこう。ありがとうございます。レジスタ。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。5つ目もらっていいですか。はい。同じくセンターバックからもう一人いこうかなと。ほう。思いますね。ほう、はい。続いてでございますが、うんうん、J2 からいきたいと思います。J2。俺、この人あるかもしれないなと思ってます。はあ。岩手、グルージャ、盛岡。お甲斐健太郎。おー、センターバックの。そうなんですよね。お岐阜から来た。そうなんですよ。ね、大きい。やっぱり今、岐阜といえば、古橋選手がね、ぐんぐん行ってますけど、ぐんぐん行ってますよ。スコットランドのベストイレブンとかね、信じられないこと起こってますけど、甲斐選手またね、4バックでも3バックでも、真ん中でも右でも、真ん中でもサイドでもできる選手でもありますから、しかもあれだけの高身長なので、例えば最近ほら、サイドバックで、あえてセンターバック入れるみたいなシステムだとかもあるんですよね。ナウイやつね。そう、うん。神戸の山川選手がよくやってたりしますけど、そこに甲斐選手入れて、ワンオンワンで相手のエースをまず封鎖し、そのままね、自分でドリブルでも運べる選手ですから、うん、ちょっと前に行くみたいなところまでを、まあ、見せても触れてますから、うん、あり得るんじゃねえのっていうところでちょっと入れてみましたね。キャラクターとしては、欲しがるとか多いんじゃないかということね。ありますね。うちでやってみないかと。そうですね。なんで J1 もありえますけど、J2 の上位クラブとかっていうところがね、こうやっぱ後半戦さらなるこう勝ち点を積み上げるためになんてありえる。具体的にどの辺の先生がどこでも取っていってたらどうします？どこにでもはめていいよって言われたら。まあ例えば、はい、ありえるんであれば、まあまあロアッソ熊本さんですよね。同じく昇格組で言えば、やっぱ岐阜で一緒にね大月監督ともやってたってことありますし、まああるかもしれないし。ロアッソポジションありますよそういう。
あの、まあ、もしかしたらね、あの、大木さんと一緒にやってたからっていう経験のところ。ああ、そうかそうか、監督とのつながりがね、はい、あるから。そう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 。もしくは、こんなのもありかなっていうので言うと、やっぱ横浜 FC ですよね。ほう。趣味。ほう。今、あの、後ろのバックラインのところが、結構あの、元サイドバック組とかで3バック構成してて、ビルドアップでは結構、冴えてるところあるけど。なるほどね、高さとか強さ。ガチセンターバック。もともとほら、ハン・ホガン選手が韓国行っちゃったってのがあるんで、なるほどね、センターバック一枠、もともと減ってるから。なるほどね。これもあるんじゃないのかな。パッと出てくんね、そういうね。全部が入ってんだね。ありがとうございます。やらせていただいております。あと4人。そうです。いけます?4人。まあ、続いて、こう、中盤行きましょうかね、じゃあね。はい。アンカー。はい。まあ、この名前はやっぱり言わなきゃいけないですね。はい。ケンティ・立花だ。あ、そう。いや、この名前は出しましょうよ。フロンターレでもうちょっとあれじゃないの?レジェンド的な感じな。でも、それ考えた田中碧選手とかも早かったもんな。そうなんですよね。え、ケンティ・立花だもんなんですか?森保ジャパン的なこともあるんですか?まあ、同じですよね。あの、可能性が、次あるなら E 番なのか、もしくは6月の代表なのかってところですけど。次のワールドカップに絡んでいくことは間違いないと。そうでしょうね。いう素材なわけですね。ただまあ逆転の可能性がいわゆるね、若干だけ残ってる選手の一人だとは思うんですよね。Gリーグナンバーワンボランチといえばっていう感じですか?そうなんですよね、はあ。しかも彼はインサイドハーフもできますし、はあ、で、プラスやっぱ奪う、あとは守備範囲の広さ。なんといっても川崎のやり方を理解してる。そんなところはちょっとでかいんじゃないのかなとちょっと思いますね。ということは何?夏移籍であるとしたら。まああるなら海外。ヨーロッパ。はぁ。しかないよね。あるならね。パスポートちゃんと取っとかないとね。それは取ってるよね。ACL 行ってんだから。そういうことですね。ね。そうか。どのあたりですか?いや、見たいなというのは、セルティック。見たいですけど、セルティックもうパンパンじゃないのか、宿場。いやー、でもほら、結構俺、宿場って。米びつ。ね。日本人ってガムテープ貼ってあるジャーのご飯も足んないじゃないの大前さんめっちゃ食いそうだし。まあ、あの、夜中厨房ね、あの、入り込んで食べてそうだし、大前さん。はい、あの、まあ、抜ける可能性も結構あるかなってのもありますから、チームメイトの皆さんが。そうか。あと、やっぱこう、田中碧選手の移籍とかで思ったのが、うん、やっぱあの、川崎で立花選手とか、いわゆる王者チームとしてやってるじゃないですか。そこから、あの、プレーセル全然違うチームに行くと、ちょっとやっぱゴタゴタしやすいから。やっぱこうね、うん、強者のやり方の中で進んでいってますよね。そうそうそう。ああ、そっか。これはちょっと、ね。組み立てれてね、ボールを保持する時間長いですもんね、うん、セルティックとかね。そう面白いよね、やっぱりね。そうなのよ。やっぱスコットランドってこう、しっかり三強二強みたいなバチッとあるからね、面白いよね、うん、見ててね。そうなんだよね。見やすくていいわと。なるほど。はい。なるほど。いうところですね。うんじゃあちょっと時間も結構あるんで、こうね、はい、まあ、あと一人フライぐらいにしようかなと思いますけど。はいはいはい。続いてアタッカー2人、はい、いいですか一気に。アタッカー、はいはい。はい、お願いします。東京ヴェルディ。東京ヴェルディ。荒井瑞稀。おー。アンド。佐藤涼河さんじゃなくて。そう。はい、アンド。アンド。アルビレックス新潟の金髪。本間志音。うわー。言い方。やっぱこれ本間さんに関してはね、もうずっと。はい言われてきましたけど、荒井さんもまあタイプとしてはね、僕 どっちも好きですけど、そうですね。ね、やっぱドリブル姿勢に魅力がある2人、うん、そうなんですよ。背筋が伸びている。ね、ちょっと荒井選手に関しては、見る若のいろんな動画でも出してますけど、やっぱ相模原の時は好きですよ、私。ね、ちょっとあのドリブルがね、主軸の選手でしたけど、ちょっとドリブルだけじゃなくなってきちゃったんですよね。はい。あの、ドリブル活かした上でのクロスとか、よりフェイントが強くなったりだとか、パスアウトの質が良くなったりだとかってことも続いてるので、はいはいはい、ちょっとあの、G1 飛び越えるかもしれません。あら直キャーギャー。うん、僕、あるならポルトガルとかでも面白いんじゃないかと思いますけどね。見たいですけどね。で、もともとあの、ほら、ヴェルディの、あの、出身の監督の、富樫さん、今ね、あの、代表の方とかやられてますけど、彼なんかもう、スペイン、ポルトガルの方に結構ね、こう、視察だとかも行って、そっちにこう、経営関係とかあります、ね。どんだけいろいろ知ってるんですか?いや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 。あとやっぱ、ヴェルディ界もね、今、レンタルでジルビセンテに、やっぱ、藤本寛也選手も行ってますから、ポルトガル方面ちょっと熱いんじゃねえかなって、ちょっと思います、ね。ヴェルディとポルトガルはちょっと繋がってるかもしれない。そうなんです。ヴェルディのクラブハウスを掘っていくと、ね。うん
ね、リスボンに出るかもしれない。土地は暑いけどね。そうね、ブラジルじゃねえわ別に。もともとドリブラー系を獲得した経緯はマリティモ、もともと前田大然選手が言ってましたから、そんなところに行くのもありかもしれませんし、あと一番のポルトガルって割と勝負するんですか？結構あります。マッチアップ的な。そうなんです。ガツガツゲみたいな。そうなんです。あと一チームね、今ね、日本人にあからさまにターゲットを当ててるチームがあるんです。ポルトガルで。そうなんです。サンタクララ。あ、森田さんの。そう。ああ。ただ森田さん実は最近、例の発言が移籍しようみたいな発言あった。あ、なんか怒られてたね。あれの後やや干されてる。ちょっと森田さん。途中交代役になっちゃった。あら、何よそれちょっと。移籍はできそうなの？でもできそうです、できそうです。スポルティングリスブンに行くと思いますけど。なるほどね。あのね、その代わりに一人ちょっと大変な男が出てきまして、なんと今3試合連続ゴール中、はい、田川京介。え、あ、サンタクララ。今サンタクララです。おー、すげー。そうなんです、今一気に来ちゃってる。エジドクから行った。そう。おー、黒くなってんのかな、サンタクララって島なんでしょ。リゾートアイランドなんでしょ。だからそうなんですよ、黒くなってんのかな。だから、いわゆる森田選手行った時もこう日本人からしたら、え、そこ行くのって感じありましたけど。確かに確かに。いわゆるサンタクララすごくないですか。森田選手取って、いいボランチになっていて。いや本当ですよ。田川選手取ったけど、すぐ半年も経って2ヶ月3ヶ月で5点取ってるんです。すごいじゃないこれは。シーズン2桁ペースなんです。へー。今日本人よくねえかってなってるみたい。なあ、そうか。そう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 。そこで白羽の田がいやが立ちそうなのが。新井さんかな。新井さん。新井さんって、若いよね、まだね、もね。でも、もともと、ほら、本田圭佑さんがやっていた。あ、そうよね。SV ホルンとかにいるので。はいはいはい。海外経験もありますから。そうか。そうなのよ。もしかしたら。見たい、駆け上がっていただきたい。ねえ。へえ。で、まあ、ラストは、名前を出しておいた方がいいだろう。シオンさんはシオンさんどこ行くの？シオンさん、ちょっとさ、最近まさ、なんか、皆さんもですけど、皆さん最近の本間シオンまた見てないっていう人もいらっしゃると思いますけど、ぜひハイライトとかでいいから見てほしいね。はいはいはい。なんか今までもドリブルってすごかったんですけど。いや、わかる。だから強さというかね。うん、なんか声出なくなりましたね。僕らとしても。なんか、うん、あーもう、ダメダメ。三笘くん見てる感じになっちゃいましたよね。確かにそうね。一個ギアが違うというか、エンジン違うみたいなね。うん、なんか、日本人のドリブル見てる感じはないです、だからこそ見ていたいっていうのもあるのよ。そうなのよね。か、もう見れるところに行ってほしいよね。そうだね。あれ、三次郎アーズどうかね。いや、めちゃくちゃ合うと思うんだけどね。ね、一年だけ三次郎アーズでさ、そうなんだよ。プレミア挑戦の足掛かりにしてもらいたいね。そうなんだよ。ちょっと見たいよね。それやったらずっと見れるもんね。そうだよ。そうなのよ。俺もちょっと三次郎アーズ行ってほしいか、俺もう一番。新東トロイデン。もう一個、もう一個。もう一個。何、どこ？ヘンク。あ、ヘンクね。これも面白くないですか？伊藤さんの後釜としてってことでしょ？そう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 。はあ、いいかもしんない。東京パリ世代も多いチームなので。はい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 、はい。あと金髪つながりっていうのもあるしね。そうね、ある意味では。はあ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 。7番引き継いで。伊藤さん出るとは限らないけど。そうそうそう。てか、両翼でもいいじゃんか、別に。いや、かっけえ。いや、かっけえ。超かっけえ。見てえなー。はあ。これはちょっと楽しみだね。そうね。何の噂もないんでしょ、そこに関して。おお、なるほど。まあ、そんな感じです。それちょっと俺ゲームで実現してみよう。ね。いや、ありがとうございました。楽しみですね。あげてもらっちゃいました。ということでありがとうございました。打ち合わせもなく、こんな言えちゃうあなたが一番、なんて言うんですか。驚愕でございますよ。ありがとうございました。ちなみに今僕 M リーグ見ながらこの収録してるんですけど。麻雀ですか？今ちょうど優勝の桜ナイツが決まりましたっていう報告も。聖徳太子やがな。聖徳太子やがな。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、毎日やってます。本赤は朝、夜、昼は、こちらサブアカでございます。ぜひチャンネル登録、高評価ボタンで応援していただけると嬉しいです。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。いろいろ楽しみだね。また明日。じゃあね。また。バイバイ。